今度のマリオは猫マリオ。走って登って引っかいて、みんなで遊べる 3D マリオ、スーパーマリオ 3D ワールド。冒険の舞台は妖精の国。クッパにさらわれた妖精姫を助けるためにマリオたちが旅立ちます。透明の土管でつながったさまざまな大陸には仕掛けいっぱいのコースが満載。横に奥に立体的に動き回れる世界で、目指すはコースの最後にあるゴールの旗。どんなコースでも扱いやすいマリオ、ジャンプが高いルイージ、ふわふわと空中を飛べるピーチ、ダッシュが速いキノピオ、能力の違う4人のキャラクターから選ぶことができます。今度のマリオは猫マリオに変身。猫のように壁を駆け上ったり、敵を爪で引っかいたりすることができます。二人に分身できるダブルマリオ。ダブルチェリーを取れば取るほどマリオが増えていきます。おなじみのファイヤーマリオやタヌキマリオ、ブーメランマリオなどにも変身できます。さらに巨大キノコを取れば 3D の世界を巨大なマリオが突き進みます。また同じコースで何度もミスをすると無敵の白タヌキマリオが登場。初心者でも安心してプレイできます。砲台ボックスをかぶれば砲弾を撃ち出すことができます。ライトボックスは明るく照らすだけではなくお化けも倒せます。その他にもコインボックス、プロペラボックス、かぶる以外にも手に持って使えるアイテムも。かぶって持っていろんな仕掛けにチャレンジします。マリオ、ルイージ、ピーチ、キノピオ、最大4人で一緒に遊ぶことができます。協力したり、スコアを競ったり、それぞれ能力の違いを持つ仲間たちとの新しい冒険が始まります。インターネットに接続すれば他のプレイヤーがコースをクリアした時の進み方をそっくりにコピーしたキャラクターがゴーストミーとしてコースに登場。隠しアイテムの場所や難しいコースの進み方など知らなかった攻略法がわかるかもしれません。またハンコを集めるとミーバースへの投稿でマリオたちの可愛いイラストを使ったコミュニケーションができます。ハ
3コア各コースに隠されています。今度のマリオは猫マリオ。走って登って引っかいてみんなで遊べる 3D マリオ、スーパーマリオ 3D ワールド。ミャオ。